皆さん、こんにちは。今日は8月6日の運の塾通信をお送りしています。今日はですね、7月22日のエコノミストの記事で、アメリカの後ろ向きなコロナ戦略、連邦政府のアプローチは主要部門を廃止して一時的な対応に終始する病院のようだというタイトルの記事ですね。で、アメリカのですね、現在の、コロナの状況をちょっと見ていきますけど、世界で1800万で、死者が668万9000ですね。いや、世界的には感染者が増えてますね、死者も増えてますね。まあ、いったな、しばらく見てないと。で、アメリカがですね、どうなってるかっていうと、なんと感染者も500万近くで、死者が15万7000もいるんですね。で、状況を見ていきますとね、まあ、各種別にしてみませんけど、第2波が、まあ、もうじき落ち着きそうですけど、まだ落ち着いてませんね。こんな状況です。それから死者はどうだかと言いますとですね、まあ、だいぶ第2波としては死者が増えつつありますけれども、さっきの、感染者の状況で、まあ、以前ほどひどくはないということですね。まあ、これがアメリカの状況です。で、そうした中で、まあ、彼らどうしてるのかということをね、ちょっと見ていきますね。これ、長い記事なんですけども、上院を世界で最も慎重な組織だと、かつてブキャナンは言ったが、ちょっと言い過ぎだった。法制化がよく議論せずに行われ、急いで大変革をもたらす期限が迫っているときに、党の幹部によって法を秘密裏に作ってしまう。まあ、過去の話ですね。この10年間で、瀬戸際政策として支出上限に対しての1回の紛争、2回の債務の上限の危機、3回の政府のシャットダウンが行われた。本質的な法制化は行われなかった。要するに一時的な対策ばかりだと言うんですね。同じようなことがコロナの後遺症に対しての最近の景気刺激策がそうだ。しかし、今回、瀬戸際政策の成り行きや遅れは厳しいことになるだろうと。まあ、要するに、突き当たりばったりだと、コロナがいつまでたっても解決しないということを言おうとしてるんですね。さっき示したように、アメリカまで収まってないんですよね。困りましたよね。だらだらとしてるんですよね。議会が3月に2.2兆ドルの景気刺激策であるケアーズ4を通過したとき、麻痺した経済に対しての重要な安定化政策が含まれていた。これは成功しましたよね。その中で7月末までだが、失業手当として1週間に370ドルのところを600ドル上乗せして970ドル支給し、また家の立ち退きや抵当流れの一時的な保留を行った。そしてこうした手段は4ヶ月後には消滅することになっていた。その時までにはコロナは収束していると考えた。全然してませんね、さっきのあれだとね。ニューヨークだけ落ち着いてね。カリフォルニアはまだ第2波来ちゃったしね。そうではなかった。新たな感染者は4月中旬のピークを超え、1日に7万人を超える時もあった。1日に7万人の感染者、1日に7万人を超える。ちょっと待ってください。アメリカはですね、1日に、これはニューケースですね。あ、そうですね、7万人は、大体毎日7万人ですね。超えてますね。それから、これちょっとついでですけど、フロリダを見てみましょうかね。フロリダがどうかね。ああ、少し落ち着いてきてますね。もう一個ですね。カリフォルニアちょっとですかね。カリフォルニア。カリフォルニア感染数。ああ、少し落ち着きつつありますね。だから、まあ、落ち着いていくのかもしれませんね、これからね。7万人を超える時もあった。あったっていうのも、今、現在でも8万人くらい。いますね。
で、6月の失業率は 11% で、5月の時は確か 15.4% ぐらいあったんですよね。議会予算局は2021年になって、8.4% になると予測している。もうそれぐらいかもしれませんね。アメリカが期待している V 字型回復は望めそうにない。1800人が未だ失業中で、この不況前は失業者は600万人だったと。大人の 16% は先月の賃金と住宅ローンが払えなかった。 11% がまともに食事ができない時もあった。3月初めの時はまともに食事ができない人は 8.8% だったんですね。家主が抱える立ち退き通告が溜まり始めている。次の景気刺激策が必要だ。民主党は2ヶ月前に 3.4 兆ドルのヒーローズ法を準備した。マコーネルが5月に言ったように、共和党は将来の刺激策を一時中止しようとしたのだが、何か必要だということになったということで、やっぱりやらないといけないと共和党も思ったんですよね。で、共和党の対策はまだ公開されていないが、1兆ドルぐらいになりそうだ。両党ともケアーズ法の効果が執行するときの今月末、7月末までに調整できるとは思っていない。こうした支援が数百万人の家庭を救い、経済を取り戻すかもしれない。こうしたセーフティーネットがないと貧困率は 4% 上昇し、1200万人になってしまう。実際にはそうはならない。州の失業事務所は時代遅れのコンピューターとスタッフが少ないので、単純に小切手を600ドルにしたと。これもちょっと考えられませんけど、まあアメリカは IT 先進国ですけど、やっぱり日本と同じような環境なんですね。もっと複雑なモデルにして、以前の収入に対して上限を設けて増減させることもできるのだが、何週間も支給が遅れてしまうと。こうしたことが起こらないような今後の対策として、失業率に連動した失業手当を考えることによって雇用問題の対策が打てるということですね。しかし将来の交渉に政治的な影響力を制限してしまうので、今回の法制化は無理だろうと。いろいろいじくることをしてしまうと、後でまたそれを解除することは難しいのかもしれませんね。今週は本格的に始まった交渉は多くの困難を解決するだろうと。民主党は年末までこの寛大な失業手当を延長するべきだと主張しているが、共和党は反対している。これ確か600、300ドルになってないですかね。労働者の多くは失業手当の方が元の収入より多い。民主党の提案では州の予算を1兆ドル押し上げてしまう。共和党はそんなことをしたら今後財政を切り詰めなければならないことを心配している。マコーネルは2つの優先事項を挙げている。コロナによる訴訟から企業を少なく救うこと、中小企業の支援ですね。学校再開のための現金支給だということですね。これらは雇用には関係しないのだが、両党が進んで同意するかもしれないということで、今日はアメリカが緊急支援策っていうか小手先ばかりの対応ばかりしててですね、問題の本質的な対策を考えてないというふうなことを批判してますね。だから今後のためにどういうふうにしたらいいのかということをもっときちんと考えるべきだということですね。ぜひ今日これで終わりますけど、登録よろしくお願いします。以上です。